容疑者の皆さん、そこを一歩も動かないでください。この事件は残念ながら未だ未解決、皆さんの容疑は晴れていません。この事件を解決すべく探偵さんが来てくれることになりました。探偵さんの到着を待ちましょう。車で一歩もそこを動かないでください。はい、探偵さん、容疑者です。皆さんお待ちいただき、またまでありがとうございます。容疑者です。この中に犯人がいるはずなんです。この事件は未だに未解決で、ももう大丈夫、探偵さんが来てくれることになりました。探偵さんが来るまで皆さんは一歩もそこを動かないでください。はい、探偵さんです。探偵さん、容疑者です。皆さん、お集まりいただき誠にありがとうございます。この事件の概要は全て聞きました。そして私はこの洋館に入った瞬間に事件の謎が解けました。え？結論から言いましょう。犯人はこの中にいる。じゃあ誰なんですか？それを教えてください。早く解決しないと。この事件は至ってシンプルな事件です。まずこの事件が起きたのは午後11時、寒い夜でした。しかしその時間電気はついていた。おかしな話ですよね。ブレーカーを押して壊れていた。それにより密室は完成されていなかった。そしてあの時間電気を全て消してランプだけが灯されている。つまり犯人はこの中にいる。その情報を見落としていた。無理やって。知り合いすぎてそれ、それでかい。知り合いすぎてそうなんだよ。これ厳しいな。無理かもな。無理かも。